橋本環奈&中川大志、結婚報道、の真偽は、両者多忙の合間にアウトドア系デートの目撃談も、橋本環奈が2024年度後期の連続テレビ小説、おむすび、のヒロインを務めることを、NHK が9日発表した。舞台は橋本出身と同じ福岡県で、糸島で生まれ育ち栄養士を目指す、平成ギャル、という設定だ。橋本といえば、昨年の NHK 紅白歌合戦の赤組司会に抜擢された際、NHK とはあまり縁がない感じがするが、どういういきさつで選ばれたのは全くわからない。橋本環奈の人気に NHK はあやかりすぎ、といった NHK に対する冷ややかな声が SNS に溢れていたが、どうやら朝ドラ出演が事前に決まっていた可能性も考えられる。となると、今年の年末の紅白も、橋本の2年連続赤組司会の可能性は高い。橋本は10月期から始まるカンテレ制作の連続ドラマ、特命、警視庁特別会計係の主演が決まっており、現在、その撮影で大忙し。今月末に公開される映画、春に散る、や、9月配信予定のネットフリックスドラマ、赤ずきん、旅の途中で死体と出会う、など、今年はどう見てもオーバーワーク気味に仕事をこなしています。さらに来年の後期の朝ドラ主演もとなると、一体いつ休んでるの、と思う人もいるでしょう。どうやら、橋本が猛烈に仕事を入れるのは結婚が影響しているともっぱらだ。昨年10月に、女性自身が中川大志25との熱愛を報じ、7月24日配信の週刊実話ウェブが橋本環奈が年末年始に電撃婚。事務所サイドが交換条件を受諾か、と報じた。同サイトは10月期の連ドラを橋本環奈が引き受けた裏には、事務所サイドとのある交換条件があった。ズバリ、連ドラの主演をやる代わりに結婚を許してほしい、というバーター取引です。10月期の連ドラが終了する12月末か年明け早々にも電撃的に入籍する可能性が水面下で高まっている、と伝えている。ただ、結婚となると、二人だけの問題ではない。広告代理店や NHK、関係各所の理解も必要となる。一方で、橋本と中川の恋が順調なのは間違いないという。二人の熱愛スクープはツーショット写真が撮られていないこともあり、偽装説とか、破局説など、様々な情報が飛び交っていますが、今でも本当に仲は良い。一緒にドライブに出かけたり、二人ともお酒好きで飲食店に出かけたり。そんなに頻度は高くありませんが、時間を見つけてデートを楽しんでいます。こんな目撃談もある。最近、郊外で二人が一緒にいるところを見かけました。実は二人ともアウトドア系の共通の趣味を持っています。都内で完全に人目を避けるのはほぼ不可能なんでしょうね。だから、東京から離れたところで羽を伸ばさざるを得ないのだと思います。仮に結婚するとしても、問題はタイミングだろう。橋本は上白石萌音とのダブルキャストによる主演で昨年初演された舞台、千と千尋の神隠しが来年4から7月にイギリス・ロンドンで海外初上演される。それが終わると、すぐに朝ドラの撮影だ。結婚を発表するとしたら、消去法でスケジュールの問題で年明けすぐとか、朝ドラの撮影が本格的に始まる前くらいしか考えられません。もしそこに照準を合わせているのであれば、橋本さんが仕事を詰め込んでいるのも納得がいきます。2021年に小松菜奈さんと結婚した菅田将暉さんが直前まで仕事がパンパンだった例を思い出すとわかりやすいと思います。ちなみに、橋本さんも中川さんも好感度が高い。結婚してもお互いに仕事にマイナスの影響はないと思います。今年元旦に綾野剛、41、と電撃的結婚を発表した佐久間由衣、28、も現在、朝ドラ、らんまんに出演している。要は事前に関係各所にしっかり説明して根回しを怠らなければ、結婚しても支障はほとんどないという。